あれといって、はい、どうもじまです。今回こちらですね、呪いあれといってというゲームちょっと持ってきたのでやってみようかなと思います。あらすじってなんやろね。まずこれを見た方がいいのかな。あるところに平穏に暮らしたい人々の集う村がありました。村人たちは村の平穏を乱す人を嫌い、山に捨てました。大事じゃない、山に捨てました。この子やろ多分主人公が。倒れたよ。いきなり不憫。山に捨てられた人々は村を憎み、恨み、呪い、それは積み重なり、いつしか山は村に復讐を望む呪いの山になりました。いやまあ、タイトルから呪いやれって言ってるぐらいやから、まあそういう感じなのかな。もう恨みつらみでしかないゲームなのかなと思ってたけど、一応ホラーゲームかつグロテスク表現もございますという表記がありましたので、普通難しい、まあ普通かな呪われるしな。難しい呪いって、何これ、あ、捨てられたんや今。あ、わし捨てられた、すいません、出してくだあれ、すいません。そこ人いるよね、そこ上にいるよね。あれ見て、もののけ姫思い出すわ。ん、ルシルシ、え、何あれ、え、もののけやんか、明日か、明日か、いや、来る、ひゅーい、ひゅーい、大変だ。でもなんかこれになんかできるわけでもないやな。とりあえずなんかセーブとかはないし、歩くぐらいしか、なんかね、エンディング数は1個しかないみたいなよね。復讐のためにその身を捧げますか。あ、勝手に入って、私入りにしたわけじゃないよ。なんか即決は、アジムラが即決したみたいけど違うけんね。はい、はい、こっちに行く、こっちにその身を捧げに行く。殺す、殺せ、生贄を拾う。あ、なんか引きずってるさーん、拾ったよ、さーん、お返ししよう。何これ、え、なんかまた倒れんくなったんやけど、行くし、この多分矢印通りに行けば、メニュー、な、ナグマに目的、村への復讐、あ、セーブあるわ。セーブして、ボタン設定とかも一緒あんの。生贄を捧げた、カラスとかもいるな。とりあえずこの矢印方向に向かってみろ。なんか祭壇っていうのがあるらしくて、そこがなんかセーブポイントになるとは書いとったんやけど、なんか今見た感じどこででもセーブはできそうな感じするよね。あ、これ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 、はい、もっと生贄をたくさん集めて、あ、集めてって言ったね。集めてないんやでなく、君誰、これ人、うん、え、何これ、これなんか別にって感じやな。あ、これか、うん、あ、違う、あ、ごめんあ、これか、いけ、え、 HP めっちゃ減ってない、え、待って、なんか HP 回復ができるはず、ここで、来てる、いけ。一応ボタン設定をいじったら、あれ、あ、これだけ、あ、ここに集めるんかな、え、違うんかな、ゲッチュするんどうしたらいいんやろ、そして HP 回復はどうしたらいいんやろ。めっちゃ向こうまで行ける、どこまで行けるんやろ、ここか、君誰や、あれ、あ、ここや、ここ、え、僕、え、回復も何もしてないし、見るけど、え、なんかここ来たらめっちゃ見るんやけど、え、めっちゃ見られる、圧かけられる、あ、いるいる、お前誰や、え、あ、持った、オッケー、多分この黒いのを倒して
祭壇に持っていくっていう作業をすればいいと思うな。結構上まで来てしまったから、祭壇どこやったっけ。やばいやばいやばい、来てきてる、変な来てる、変な来てる、追いかけられてる、追いかけられてる、追いかけられてる、痛い、ちょっと待って、痛い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 、祭壇どこ、祭壇どこ迷子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 、来てる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 、祭壇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 、あれ、あ、違う、上、どこに来てるの、来てる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 、いっぱい来て、痛い痛い痛い、入れて、いけ、君もだ、これ生贄にならへんの、あ、君もだ、これって無理なんかな、これ無理なんやねん、なんか黒いウニョウニョになってないと、あれ、うん、なんで回復したんやろ、いけ、いけ、お前まだ、いけ、で、これ一気に持てへんの、今持ってるの置かないと持てない。りょ。素直。え、めっちゃ食らってない？これを持っていこう。結構ここ、早早。え、なになに？なんか宮川大輔のチーズ転がしを思い出します。いきなり速くなる。そして止まれない。チーズ転がしです。違う、チーズ、チーズ。もう足りる。復讐を始める？え、セーブする、はいでいいんかな、はい、もう足りる、復讐を始める、始める、あれ、あ、始めるよ、生まれるためにあなたの言葉がいる、言って、行って、味村だよ、行って、生まれるためにあなたの言葉がいる、行って、味村だよ、味村だよ、言ってるよ、生まれるために、あ、誰誰、ねえ、え、ねえ、え、ねえ、無視、え、無視、ごめん、え、これか、生まれるために言葉がいる、言葉かけたけど無視されたので、この子を、じゃあこの辺置いてみる、お、置けない、なるほど、文字が打ち込める、文字が打ち込めるから、あれ、あ、わかった、あ、ごめん間違えた、呪いやれタイトルが呪いやれやから、弾けたよねこれで、わわわわわわ、動いてる、あれ、なんて書いてんの、言語が、言語が難しい、集まってる集まってる、何これ、今から多分復讐劇が始まると思うんやけど、あ、目ん玉、あ、いけいけ、あいつらをグリッチレカぜ、いけ、ハム太郎、ハム太郎、ハム太郎、あっ、あの一体ではどうしようもならんかったが、たくさんの呪いとか復讐の恨みを持っている人たちを集めて、でっかい一つの恨みにしたって感じやね。逃げて、トトコ走るよ、ハム太郎、どこでも走るよ、ハム太郎。
大好きなのはひまわりの種、どこでも眠るよハム太郎。大ごとじゃない。でもあんだけでっかい塊にしたのにさ、あ、でもこれ全部私が集めた子たちってことか。バラバラになってる。一番前の先頭の子なんだろう。なんかの土下座みたいな ORZ でできたような子。でもこの呪い仕返しをして村を焼き尽くしたり人々を殺したりしてるけど、確かにね、このなんていうの、村を追い出した人たち確かに悪いと思うよ。悪いと思うけど、やりすぎ。シンプルな倍返し。タイトルにあれが秘められとったわな。なるほどな。え、喜んで喜んで、イエーイ、ヘーイ、やってやったぜ、ヘーイ、ユーハム太郎優秀、ヘーイ、ふぅ、燃えろ燃えろ燃えろ、また燃えろ、クソザコグルミ、うらら、うらら。これどうすんの。あ、先っぽ、え、ハム太郎。